出てきた。羽とペンが出てきた。外れだ。外れだ。あ、本と羽ペン。あ、書いてあるんじゃない？中に。本と。多分中に書いてあるんだと思う。何等って。なるほど。え、これどうやって見るの？スバルも。あれ。え、これ。これどうやって見るの？どうやって見る？あ、祭り新型スイッチ出てきた。ね、待って、スバルさ、押しても出てこないんだけど。ハズレペコ、今日のご飯は何食べた？え、チョコ線切れた方がいいぞそれ。あー残念、ハズレペコ。物理スイッチだった。苦手な食べ物は何？三等。なんでしょう。スイッチええよ。スイッチだった。これ後であれかな、ペコラッチョに行ったらくれんのかな。え、レイネアボカド食べれないの？あ、そういえば松井ペコーラにさ言いたいことあったよな。ペコちゃん、松井スイッチ当たった、報告しとかんと。スイッチもらえるって書いてあったからな。おって言ってる。もらえるの。ほんとペコですか？ほんとペコです。え、これ本物もらえるんかな。あ、やばい、どうしよう。やべえ、今日ログインするんじゃなかった。あ、あ、はい、少し用意が必要ですので、準備ができ次第お渡しします。やばい、ちょっとやばくね。ちょっと今日、はい、今日前からするんじゃなかったかもしれない。もらえるって。少々お待ちください。今日中にお渡しします。結構やばい、どうする。ちょっと待って、ちょっと待って、今日体調不良でこのままマイクラ帰っていい？今日体調不良ってことでさ、マイクラ一回ログアウトしようかな。うーっつって、突然の腹痛が、うーやばいっつって、やばい、待ってますペコ。やばい、これどうする。先輩にこれさ、やばいんじゃないの。ちょっと待って、ちょっとやばいな。くじ引いたのか。え、待って、ペコがスイッチさ、当たりさ入れたっけ。え、待って、ペコーラまずスイッチの当たり入れた。スイッチ当たった、当たりますよみたいなやつ。あれ、ペコーラ本で入れたペコだっけ。入れてなくね。あれ、入れたっけ。当たりのやつ入れてたペコ。もしかして木のスイッチ。あ、木のスイッチ。あ、じゃあ勘違いじゃん。木のスイッチを手に入れたってこと。あ、スイッチって書いてあった。あー、でも当たったと思ってるよ。あー、松井先輩ってドジっ子が発動しちゃったのかな。それはもしかしてルシアも当ててた。あ、もしかしてそれってこのスイッチのこと？この新型スイッチってこれのこと？あ、これ当たったの？本で当てなきゃペコですよ。本で当てなきゃ。あ、それだと意味ないんだよな。それだと。あー、なるほどね。あい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 。どうしよう、どうしたらスイッチになる。あ、わかった。まつり先輩の家の近くにスイッチっぽいでっかい青と、それでいいじゃん。あ、わかった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 。まつり先輩家にこれででっかい巨大なスイッチっぽいのをかけばいいじゃん。あ、スイッチおめでとうございますって。あ、いいペコじゃないの。これ絶対喜ぶペコでしょ。駐車場じゃないペコ。スイッチ、あ、ペコッチよ、ペコッチ。あー、え、いいじゃん、いいペコじゃん。これもうちょい削りたい、周りを。
周りを。削りてえペコ。せっかくのスイッチが見えねえペコだから。を削って。おーいって。あー見えてきた見えてきたペコな。あ、いいじゃん。どう？どう？かと思ってたからさ、すごいこれ。ありがとうピンコー。あ、やばい。ちょっと待って。寝なきゃ。